はいどうもピオキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコースリスナーさんからですねぜひおすすめで送ってきてもらったんですけど、そのリスナーさん海外の方なんですよね。海外の方が僕のチャンネルを見てくれてるってなんかすごい嬉しいなと思いまして、でその海外の方がですねぜひおすすめですよって言って送ってきてくれたんですよ。 3D のトロールなんですけど、まあ、3D のトロールってあんまりないじゃないですか。どんな感じなんかねちょっと遊んでいきたいと思います。クリア率はね1点ちょいぐらいだったっけな、まあ、そんなに難しいっていうわけじゃないんですけど、これはカール、ちょっとこれはトロールなんかな。ねタグにみんなでバトルって書いてたんですよ。ちょっは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 これはトロールだね。ここであれ出るでしょ、骨が出てきておいて、もうパラシュートつけんな骨に。絶対踏めたと思ったんだけどな。オッケー、この土管が赤の土管だったらちょっとまずかったけど、緑の土管はね大丈夫。これはピンコインをどんどん集める系だね。なんか最近した気がするけど、じゃあこのまま一回中間ポイント通って赤の土管入ります。これもまたあれだね、多分どんどん中間があって、待てこれみんなでバトルって書いてたけど、これミンバト？じゃあ一回赤の土管行くね。赤の土管入ってここで1個の赤コインがあるみたいな感じかな。うわあ出てくんなそんなとこに。赤の土管入ってすぐジャンプしよう。ほいオッケー、ちょジャンプしすぎじゃあここ壁キックで行こう。上のあれ乗らんようにして、オッケー、そして上でジャンプ。なんで素直に生かしてくれてもいいじゃんか。じゃあこれは一回キノコ取っておいて、キノコ取っておいてジャンプすればいい。オッケー、そして今度はどうしよう。これね罠だと思うんだよなこのブロック。なんで一旦当たっ、いや当たっていったら右上のブロック壊せないもんね。なんでここ、なんだあいつはなんだんだあいつはなあ、何やってんだこの人じゃあこれは左行ってよかったね。左行って右、オッケー、それでブロックが壊れるのか。うわこれは、これは左行ったらパックンなんか引っ込みそうなんだよな。だから一旦壁ジャンプできるように思いっきり左にジャンプしていこう。ほっ、いや多分いいね、当たっていいね。はい、オッケー、そしてちくわブロックね。これなんだろうね、これは邪魔くせ猫取った瞬間右に行こう。猫取ってすぐ右、はっ、オッケー、多分これで合ってる。そしてこれは何もしない方がいい、絶対何もしない方がいい。これなんか出てくる。でここでピョンチュー倒して、ちょっと難しくないこのコース。じゃあここは当たっていいね、当たってジャンプ、多分これでいい。そしてオッケーオッケーオッケー、そしてこのまま下に降りよう。うわ待って待って待っていや大丈夫、いや耐えました。私ちょっあはははは右右突っ通しっぱ、うオッケー、いやこれで合ってる。こっちは右が正解なのかな。こっち行けない、いや行けるね。ちょっとこっち行ってみよっか。こっちはこっちが正解なんじゃない、いやこっち違うくせなんで左戻ります。そしてこの土管ね、でこれはどうしよう、待ってあいつ来る、あいつ来る、あいつ来ないで、うわそんじゃこの土管入ったらすぐにねこの子倒そう。オッケーで上、よしこれは下行った方が正解だと思わない、なんかそんな気しない、私そんな気がするんで下に行きます。オッケー、多分こっちが正解だね。じゃあ次黄色に行きますね、黄色の土管行きます。うわ次はどんなんなんだろう。あクリボーかぶったね、新しいな。ほんとねなんか 3D のトロールって斬新な気がしてどうやってやられればいいのこれ、あ下に降りればいいのか。じゃあこれは左行こっか、左行ってこれは取れないでしょきっと、ドッスン来るんじゃない、あ来ないね、なんで取ります、なんでなんで取った
った瞬間来んだよ。いやあれだった、クリボーの帽子かぶってたらドスンとか来ないんだね。じゃあこのまんま右行って、違うんですか。うわこれどうやって行くんだろうね。一回当たってちょっと逃げてみるね。逃げる。あ、これで合ってたんだ。なんか踏むっていうか倒すんだね。そして今度はうわここほんと隠しブロックも多いで、どうすん、さっきまでおらんやったよ。なんだそれ。横から行こう、横から上に行きます。うわ待って、うわーい、いや大丈夫大丈夫、なんで土管入ってこのまましゃがんで何もしない。オッケー、これでいいよね。30コインは意味ないんで、うーわこれ早く右下に行かなきゃいけない的な感じかな。オッケーで右下に早く行こう。多分これでワープブロックに入っていいと思うんですよ。そして今度はうおっと、いやっはっはっは。じゃあここ A 連打、 A 連打で多分上、多分こっちで合ってるね。そして下は罠だと見せかけて、多分罠じゃない。ほら来た、あやべ、あいつから逃げないか。オッケーオッケーオッケー。そしてこれは右行こっか、右がいいと思います。オッケー、なんでこっちダメなのダメなんじゃねえか。じゃあ、ま、待って、左で左か。じゃあこれ上しかないよね。あら、あ鍵手に入れたね。鍵手に入れて右に行っていいみたいな、多分これで合ってんじゃない。たまたま真ん中で鍵良かったけど、オッケー来たこれ2個手に入れるのめっちゃきついな。次は緑の土管行きますか。これ全部で何個、7個、めっちゃあんじゃん。うわ何時間かかんだここ。じゃあこれはキノコは取らないと見せかけて取ってよかったね取れたね。じゃあ左行きます。でこれはバネに乗らないで上に行きます。あバネ乗らないけんの、孔明出てきそうなんだよな。大丈夫で、ここは上なんか来る。待って、やべ、もう取れん、もう取れないパターン、もう取れないパターンですか。そんじゃここは速攻ジャンプ、ほいよし、で左に入れるね。これは待って、早く行かなまずいパターン、それかアイテム取らないけんと思うんですよね。アイテムがここら辺で来る。誰だお前は、お前は呼んでねどうもこんにちは。じゃあここはアイテム出してここに追っておこう。なんで左ってさっきと違うやんか。それじゃあここはアイテム出してちょっとして左、オッケーでくぐり抜けよう。あもう取れたね、今日は取れたんですけど、これはもうオンオフするしかないような予感。はい、オッケー。いやこれは熱い。下下はいけないもんね。じゃあ右行こう。そしてこれもオンオフするしかなくない？こう。あ、閉じ込められた。なるほどね。あれ？なんかクリボーのあれ出てきてない？あの被り物。あれいるんじゃないんかな？いらんのかな？うわなんか先でいりそうな気がするんだけどな。あら。あなんか鍵手に入れた、鍵手に入れた。でこのまま左に行って、待ってこれオンオフするでしょ、オンオフして左、そしてあ分かった、一旦クリボーこう当たるでしょ、ちょちょちょでドッスンが破壊するみたいな、そして右、オッケー、これで上こっちで合ってんのかな。大丈夫、絶対そんなんと思った。ここで上に行き過ぎないようにしないとね。はいオッケー、そしてここで当たってよかったよね。でチビになってからの右、よし戻って、ゆっくり戻ろう。あいや大丈夫これ、大丈夫、待ってどうかなんないのこれ、いびつだな形が。それじゃあここ鍵取らんでいってみるね。こうして左、多分これでいけるんじゃない。これでねワープブロックをすり抜けれると思うんだよね。来た、よしオッケー。いやなんでここでも手に入れんのが、またいびつな形見てしまったな。じゃあここはまたさっきの鍵取らんようにしよう。なんで走り抜けたらいいのかな、走り抜けます。はいオッケー、いや来たね、やっとじゃん。いやめっちゃ時間かかったなここ。
で、やっと3つ目か。あと半分、折り返し地点かな。じゃあ次はアーノドカン行きます。うわ長っ。あれあれ、アーノドカン入れないね。ほら入れないんだよね。なんかラッキーなんか得した気分。じゃああとはちょっと待って、これは左に投げるか右に投げるかなんですけど、これは左と見せかけて右。はい、じゃあこれ左に投げればよかったのかな。いくよ。はい、うおはははは、出すぎだって。じゃあここは左に投げてすぐ右に逃げる。で、うわ追いかけてくる前になんかやばい。これは右にダッシュ。なんだ今のはここは一旦ピー踏んでちょっと待っておこう。あ、カートカートで行けってか。いいじゃねえか、たまにはこういうのも。カートは捨てよ。右行きます。で、ジャンプ。いや待って、はっ、オッケー、危ねえ。で、右、これでしょ。うーわ、なんだこれは、どうしたらいいんだ。ちょっと左上がってみるね。左は何もないですね。あ、でもピンクコイン取れるね。このバネがいると思うんだよな。ちくわブロック落として左行こう。はい、オッケー、来た。ほらほらほら、完璧。今の抜けは完璧だったね。そしてオンオフして右で、このバネ使って上に上がれ的な感じかな。これは倒していいのかな。倒すね、一回ノコノコ倒します。はい、うわははは、久しぶりだな金魚。それじゃ次はね、金魚を避けます。はい、オッケー。で、この亀の甲羅で、この亀の甲羅で左に当てる。なんで出てくんのあなた。それじゃこの亀の甲羅はここで投げよっか。ここで投げます。おっ、オッケー。そしてパワーブロックも出しておいて、このドッスンを倒す。来たでしょ。これはあのね、キノコ取ったら罠なんだよこれね。抜けれるっていうことは僕知ってるんですよ。ザバーレーナのこの子。じゃあこのまま、うわこれはどうしたらいいんだろう。これは無理だよね。あ、なるほど、ちょっ、ナイスナイスのこのこ。じゃあこれは上だね、すぐ上行こう。よし来た。で、このまんまこういけるんじゃないかな。いいねいいね。そしてこれは上取らない方がいいね。このまま左行こっか。なんでなんでだって。一旦このまま待っておこう。で、左、ちょ聞いてない、そんなの。そんじゃここはちくわブロック乗る。そしてパウを出す。出した瞬間走っていく。いや違う違う、あぶねえ。もう一回ちくわブロック乗る。ちくわブロックが出る前に青ドカン入ろう。で、よし来た。やった、あと3つ。長いね。いや、あと2つか。右上に1個あるもんね。じゃあ真ん中行きます。それはどう、こっちでいいんでしょうか。いや多分大丈夫だね。ナイス反射神経だね。で、ここは待って、あれいるんじゃない、あのファイヤーいるんじゃない。ねえ、ちょっとアリ、アリさん。じゃあこれはパウ叩いてすぐ右、オッケー。そして進む、オッケー。そしてこの羽ピョンチュー倒してからの、倒したらダメじゃねえかいつもさ。じゃあここは当たろ、当たったまま行って、これかぶろ、これかぶって、ここ多分ね、ハテナブロック何もしない方がいいと思う。それがいい、安全。な、な、何やってんの。え、なんこれ、なんこれ、キノピコどうした、何踊ってんのキノピコ。ジャンプもできねえ、なんか足痛いみたいになってんだけど。じゃあこれ壊さなきゃいけんっぽいね。はい、で上から行く、オッケー。そしてジャンプ、いいね。これ当たったらいけんっぽくない。いや当たらないのは無理だね。これパウブロック持っていこう、多分これ必要になるよ。で、これはパウブロックで壊すのか。ブロックを壊します。出すぎだってじゃあこれパウブロックで叩いた瞬間右に行けばいいのかな。右に行こっか、逃げれるかな。よし、オッケー。これはちょはいや見た今の。どうにかしてタイミングよく逃げろ。オッケー、ナイスタイミング。そのまま右、危ねえこの人、マジ早いんだって。じゃあこれは上に行くしかないもんな。回転ジャンプで上に行くか。ほい、よし、うまい。で、左行って、
もう買い、あのカートのね、避けるあれしたくないっていうか、何今の、なんもないじゃんそこ。ここなかなか避けるの難しいんだって。もう早いから。じゃあここは壁ジャンプ。なんでなんでパワーブロックあんの。このままジャンプ、よし。そしてこれはどうしよう。叩いたらまずいような気がするんだよな。だからこのまま行ってみるね。はい、やべえ、叩かないけんくせえこれ。あ、いや、キノコ出てきた。オッケーオッケーオッケー。でこうで、もう一回キノコ取ってからの左に行く。やった、中間、中間じゃん。来た来た来た、あと1個だよ。あと1個ですね。あと右上のドアで終わりだね。で最後にね、ここの右上になんかあるんですよ、多分ゴールだとは思うんですけどね。それじゃあラストのドア入っていきましょう。じゃあこれはこのまま右だね、多分ね。乗ったらまずいと思う、あの木に。よし、このまま行こう。そしてプロペラを手に入れて、これはヒップドロップ。 OK。 いや待って、ダメじゃん。多分投げた方がいいのか。一回プロペラ取って当たってからの下に降りる。でこのパウで投げる。オッケーオッケーオッケー。多分これでしょ。そしてこれはパウを持った瞬間、うわ見た今、ここ加速装置あるよ。これ気をつけようか。これに気をつけて、 この下めっちゃ気になるな。大丈夫、何もいない。オッケー。でこのまま投げる。うわここで投げよ。オッケー、あぶって。多分これでいいでしょう。まああそこまで来るとはね、若干呼んでました。でこのまま左。そしてこれはスネークブロックを動かそうか。動かして、ちょ、どこ行ってんの、どこ行ってんの、ちょ、どこ行ってんの、なんでスネークブロックを動かして取る。で投げる。来た。うわこれはなんかね、ちくわ出てきそうじゃない。あ、ちくわじゃない、金魚。なんでここ普通に叩く。いや叩いて右。何が起きた今。じゃあこれはパウ叩いて左に逃げるね。あ、なんかあるんだよな、わかる。なんかあるんだよ。ちょっと危ねえ、ちょっと危険あそこ。これはボム兵は着火しないの。着火せんねえ。じゃあこの神の甲羅持って右に投げます。オッケー。いや投げてここに隠れておこう、鉄球から。大丈夫、ここなら大丈夫、安全。よっしゃめっちゃ片言になったけど、うるせえうるせえな。これは叩いていいのかこれ。でこのまんま右行ってヒップドロップしよっか。ヒップドロップ、よし。でこれは大丈夫。うわ、なんか左上のワープブロックのとこ行かない、系臭くない。こっちでいいのかな。ヒップドロップします。で、あ、待って、どこ行った。なんだ、なんでこんなとこ来てんのよ。ちょっと待って、マジ謎なんだけど。え、なに、なんですか、手品ですか。じゃあこれはオッケー、今のでいいでしょ。ジャンプしてよければよかっただけで右。うわ、これはもうゴールが近いんじゃないんですかね。いや、まずい、このまま左行ってもまずい。なんでここは下。よし、いや今の完璧な受けでしょ。来た、長かった。これ1時間以上多分してると思うんですけど、いや長かったよ。さあ一番右のこの赤コインを取ってゴールだね、きっと。来たよ。なんだそれは。大丈夫、このワープブロックに入って大丈夫ですか。大丈夫くせえ。 なんでこれノーキーってなんだ。あ、なんか今1個手に入れたね。何ですかこれ。ねえ、何なんですかこれは。どうしたいんですかこれは。いや、こうやって1回やられてもしかしたらゴールができるパターンっていうのたくさんあるじゃん。だからこのまま一旦右行こう。やっぱそんな甘くないよね。右上行ってここだけ攻略してもう一回右に行ってみよう。そしたらいけるかもしんない。いや、あるよそれ、ワンチャンあるよ。で今1個赤コイン取ってきたんですよ、今のとこクリアして。そして右に行ってみようか。
そしたらね、ワープブロックの鍵持ってないから、もしかしたらいけるかもしんない。どうなんだ、来い、来た、来ました。なんだよもう、な、鍵手に入れてないじゃん。 あいつか、あのトゲゾーのせいか。よし、それじゃあ次はすぐゴールしよう。多分右ね、開いたらすぐゴールできると思うんですよね。多分ここで開くで、なあ。いや絶対次ゴールするよ、マジ詐欺じゃないよ今回。ここに置いておこう。オッケー、やっと来た。いやー長かったマジで。え、これ何時間したんだろう。ちょっとマジ見ていい？1時間20分してる。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。